京都サンガ SC は長期で監督のもと昨シーズンに続き J1 での戦いに挑みます。タイトル争いを目標に掲げる今シーズン、ホームで新生サンガのお披露目ということになります。京都のキックオフで今試合が始まりました。ボールを持つのはキャプテンの川崎、ここは跳ね返していきました。ファーサイド折り返した、川崎のクリア、シュートだー。先制点は鹿島ディエゴピッチか。セットプレーのこぼれ球、左足振り抜いていきました。ちょっとこう倒れたりとかあったんでね、みんなちょっと止まっちゃったところもありましたよね。でもシュートはすごい弾道が抜けてきたんで、キーパーとしては難しいですね、はい、見えないところからボールが来てると思うんで。ポジション争いのところであれですね、今ちょっと混乱が起きてましたね。京都のところはクリアもちょっとちっちゃくなりましたし、はい、それに対してこのミート技術がすごいですよね。ダイレクトで打ってきました、はい、クラブのレジェンド岩本大樹監督。下げて鈴木馬が行く、鈴木馬が行く、奪った、シュートだー。知念のゴール、転びが出ちゃいましたね、まあ、追加点は鹿島、ね、落ち着いてますよね、まあ、知念選手は、ね、もう出してもらえれば問題ない形なんでね、まあ、今浅田選手もね、知念、これは鹿島が拾う、クロスが入る、シュートだー。うわー、ここは岡原止めました。どうしようから反対でアルトゥル海輝、垣田のクロス、シュートだー。それで攻撃が遅らされるんで、ここで試合終了の長い笛です。京都サンガ FC と鹿島アントラーズの開幕戦、0対2、鹿島アントラーズが